リバプール遠藤航さん。ハーランド相手に競り負けない。遠藤航が所属するリバプールは、11月25日に開催されたプレミアリーグの第13節で、マンチェスターシティと対戦、勝てば首位に浮上する大一番を1-1のドローで終えた。ベンチスタートとなった遠藤は、80分に同点に追いついた5分後に、アレクシス・マカリステルに代わって、アンカーに投入された。注目を集めているのが、27分に先制ゴールを決めたシティの秘宝、アーリング・ハーランドとのエアバトルだ。出場直後のセットプレーでは、遠藤がなんとか競り勝ってコーナーキックに逃れた。終了間際の場面では、驚異的なジャンプ力を見せた怪物にヘッドで触られたものの、シュートはわずかに外れた。競り合っていたからこそ、コントロールしきれなかったとも言えるかもしれない。このハーランドとのマッチアップには、次のような声が上がっている。遠藤のジャンプ力、すごいな。遠藤の上背で、セットプレイハーランドについてるのはすごいわ。しっかり防いでくれたし。最後のハーランドの競り合いすごいな。頭の到達点がかなり高いし、当たり負けしてない。すげえ高さだなと思ったら、遠藤だった。なんで競るのが、遠藤なんだよ。ハイボールをハーランドと競り合って、特に一本目防いだのは自信になるし、チームメイトからの信頼も得られたと思うが、そもそもハーランドのマンマークが遠藤というのは、ミスマッチではないか？遠藤はしっかり仕事したと思う。というかクロップがあの場面で無理に勝ち点狙わず、ドローで御の字ということをわかりやすく表現している。指揮官の考えが明確であり、ピッチ内の選手も動きやすかったと思う。監督含めやはり優秀なチームだと感じた。今日の遠藤は完璧だったね。ハーランドと競り合ってヘディング阻止してたし、イエローカードの場面も、仲間のミスを助けたファールだったしミスなかったよ。この試合へ出場してる事実がすごいと思う。監督に使おうと思わせることが、まず一番大事だから。